Lesson 9, Section C. Eavesdropping. 1. 西田君、病気？いや、別に。2. 昨日、西田君に電話かけたけど、留守だった。ああ、西田さんは出張なんですよ。3. どうぞお先に。いえ、どうぞどうぞ。じゃあ、お先に。4. 山本さんは昨日も一昨日も見えませんでしたね。ええ、ご病気なんでしょうかね。5. あそこの角で事故があったんですよ。またですか？危ない交差点ですね。6. うちからあの劇場までの道、わかる？うん、地図があるでしょ。あ、そうだったわね。7. 今月の仕事はこれだけですね。ええ、向こうのは来月からのです。わかりました。 8. 宮地さん呼んでくださいませんか。先生からお電話です。宮地君、今帰ったよ。あ、そうですか。9. 今週は会議がありませんね。ええ、でも忙しくなりますよ。用事があるんですか？ええ、たくさん。10. この会議、毎年日本？うん、来年は韓国で、韓国の月はオーストラリア。お宅の学校の先生もいらっしゃる？ええ、今年はほとんどみんな行くでしょうね。11. 鈴木さん呼びましょうか。うん、ちょっと早いけど、今呼んでください。隣ですね。いや、図書室の方だよ。かしこまりました。12. また出張？うん、でも短いよ。明日と明後日だけ。明後日は遅いの？さあ、8時までには帰ってきたいね。13. 授業は60分ですか？いえ、私の学校では90分です。そんなに長いんですか？大変ですね。ええ、まあ。14. 昨日、うちにいた？いえ、留守だった。ああ、やっぱり。君に電話かけたんだよ。そう？ちょっと目白の方で用事があったの。ああ、そうだったの。15. 昨日の電話誰が出た？私。誰からだった？あれ？向こうからの電話だったの。向こうから？じゃあ日本語じゃなかったの？いや、日本語だったけど、とっても下手だったのよ。16. 今月はちょっと忙しいですよ。大変な仕事ですか？ええ。一つ5時間ぐらいかかるんですよ。そうですか。いつ頃までですか？まあ、来週までには全部できるでしょうけどね。17. 来月から大学ですか？いえ、今年もダメだったんですよ。そうですか。残念でしたね。ダメなんですよ、僕は。いや、
来年は大丈夫ですよ。また勉強してください。18。ずいぶん待ったよ。遅かったね。悪い悪い。7時過ぎに地震があったでしょ？うん。あの地震で電車が遅れたの。ああ、なるほど。19。昨日隣のビルで火事があったんですよ。本当ですか？大変だったでしょ？ええ、まあ。大きい火事にはなりませんでしたけど。そうですか。20。英語を勉強するんですか？ええ、来週から。来年アメリカ行くんですよ。でも難しいでしょうね。大丈夫ですよ。すぐ上手になりますよ。そうでしょうか。西田君、病気？いや、別に。昨日、西田君に電話かけたけど、留守だった。ああ、西田さんは出張なんですよ。どうぞお先に。いえ、どうぞどうぞ。じゃあ、お先に。山本さんは昨日も一昨日も見えませんでしたね。ご病気なんでしょうかね。あそこの角で事故があったんですよ。またですか？危ない交差点ですね。うちからあの劇場までの道、わかる？うん、地図があるでしょ。あ、そうだったわね。今月の仕事はこれだけですね。ええ、向こうのは来月からのです。わかりました。宮地さん呼んでくださいませんか？先生からお電話です。宮地君、今帰ったよ。あ、そうですか。今週は会議がありませんね。ええ、でも忙しくなりますよ。用事があるんですか？ええ、たくさん。この会議、毎年日本？うん、来年は韓国で、韓国の次はオーストラリア。お宅の学校の先生もいらっしゃる？ええ、今年はほとんどみんな行くでしょうね。鈴木さん呼びましょうか。うん、ちょっと早いけど、今呼んでください。隣ですね。いや、図書室の方だよ。かしこまりました。また出張？うん、でも短いよ。明日と明後日だけ。明後日は遅いの？さあ、8時までには帰ってきたいね。授業は60分ですか？いえ、私の学校では90分です。そんなに長いんですか。大変ですね。ええ、まあ。昨日、うちにいた？いえ、留守だった。ああ、やっぱり、君に電話かけたんだよ。そう？ちょっと目白の方で用事があったの。ああ、そうだったの。昨日の電話誰が出た？私。誰からだった？あれ？向こうからの電話だったの。向こうから？じゃあ日本語じゃなかったの？いや、日本語だったけど、とっても下手だったのよ。今月はちょっと忙しいですよ。大変な仕事ですか？ええ。一つ5時間ぐらいかかるんですよ。そうですか。いつ頃までですか？まあ、来週までには全部できるでしょうけどね。来月から大学ですか？いえ、今年もダメだったんですよ。そうですか。残念でしたね。ダメなんですよ、僕は。いや、来年は大丈夫ですよ。また勉強してください。ずいぶん待ったよ。遅かったね。悪い悪い。7時過ぎに地震があったでしょ？うん。あの地震で電車が遅れたの。ああ、なるほど。
昨日隣のビルで火事があったんですよ。本当ですか？大変だったでしょ？ええ、まあ大きい火事にはなりませんでしたけど。そうですか。英語を勉強するんですか？ええ、来週から。来年アメリカ行くんですよ。でも難しいでしょうね。大丈夫ですよ、すぐ上手になりますよ。そうでしょうか。This is the end of eavesdropping for lesson 9.